DMM ってもともとエロビデオの会社じゃないあ、そうなんですね。もう最近知らないか知らなかったです。 ガチの AV だけの会社だったの。あ、そうだったんです、ね、そうなんですよ。僕は、あそこの亀山さんという会長に会ったの初めて会ったの25年ぐらい前なんだけど、まあ、もともといろんななんか露天賞とかいろんな点々として、最終的にあの、なんかビデオを安売りをとかっていう、なんか、割とこう、レンタルビデオ屋の、は端くれみたいな、店舗を何店舗かやってて、そこでエロビデオがめちゃくちゃ売れるから、あの、レンタルされるから、自分たちでエロビデオ作っちゃえばいいじゃん、っつって、エロビデオの制作を始めて、 そんなところから。そうです僕がだから初めて会った頃は、その加賀市っていうところの潰れたスーパーを買い取って、おばちゃんたちのパート100人とか雇って、はい、延々とあの VHS のビデオデッキでダビングをしてたっていう。ガチャ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 。ね、俺見たことあるからさ、そこの工場。えー